はいどうも、モーリーです。今回は J リーグ第31節、湘南ベルマーレ対横浜 F マリノスのマッチレビューをしていきたいと思います。まずは両チームのスターティングメンバーから確認していきましょう。湘南ベルマーレのスターティングメンバーはご覧の通りになっております。フォーメーションは 3-5-2、 前節より2名変更して試合に臨みます。ゴールキーパー谷選手、3バック右から太刀選手、石原選手、杉岡選手、両ウィングバック右に岡本選手、左に畑選手、中盤3枚田中選手、バラダ選手、山田選手、そして2トップ町野選手、ウェリントン選手という布陣になっております。前節負傷してしまった平岡選手が外れ、山田選手がスタメン復帰となりました。そして前節出場がなかったウェリントン選手が今節はスタメン起用という形になりました。それでは横浜 F マリノスのスターティングメンバーも確認していきましょう。ご覧の通りになっております。フォーメーションは 4-2-1-3、 マリノスの方も前節より2名変更して試合に臨みます。ゴールキーパー高岡選手、4バック右から小池選手、チアゴ・マルチンス選手、岩田選手、ティーラトン選手、2ボランチ木田選手、大木原選手、2列目天野選手、3トップ右からエウベル選手、レオ・セアラ選手、前田大然選手という布陣になっております。さあそれではスコア、スタッツの方を確認していきましょう。ご覧の通りになっております。さあ試合結果の方は0対1と敗戦となりました。スタッツの方を見ても、圧倒的な攻撃力を誇る横浜 F マリノス相手にシュート数は上回りました。しかし得点を挙げることができず無得点となりました。またマリノスの枠内シュートはたったの1本で1得点を決められて敗戦という形になりましたね。本当に内容が良くても結果がついてこないっていうのが非常に厳しい状況ですね。さあそれでは試合内容の方振り返っていきましょう。今節の試合内容の振り返りはこちら。プラン通りに試合を進められずというところを挙げさせていただきました。まずは山口体制になってからほとんどの試合が前半は押し込んで湘南の流れを作ってプレーをすることができています。しかしその流れの中で決定機を作るも決めきることができず、後半にやられてしまう試合展開が続いています。今節もそうでしたね。スタートからウェリントン選手を入れ、前線からハイプレスをかけ、マリノスの攻撃を制圧し、自分たちの時間をしっかりと作り出すことができていました。そんな中、前半30分のシーン、ウェリントン選手のスルーパスから中央町野選手が抜け出して、マリノスゴールキーパー高岡選手と1対1を作り出すも、ここをブロックされてしまい決めきることができませんでした。湘南ベルマーレの狙いとしては、前半で得点を奪い切り、後半ではプレスをかけれる前線大橋選手、そしてセンターバック大岩選手を入れ、サイドのスピードを持った攻撃を得意とするマリノス相手にウィングバックの体力を考え、替えを2枚用意しており、逃げ切りをするプランだったと思います。逆に横浜 F マリノスとしては、湘南が前半押し込んでくることは分かりきっていることなので、後半脆くなるタイミングをついて中川選手やマルコス・ジュニオール選手を入れて一気にギアを上げて勝負するプランだったと思います。見事に横浜 F マリノスにやられてしまったゲームとなりました。後半にもウェリントン選手の惜しいヘディングもありましたが、得点を奪えず、マリノスの選手交代後からは逆にマリノスにハイプレスをかけられ、精度の良いパスを供給できず流れを持っていかれてしまいました。そして66分のシーン、交代して出てきた中川選手にルーズボールをかっさらわれ、ペナルティエリア内に侵入され、中央に入ってきた前田大然選手にゴールを奪われてしまいました。ここの唯一の枠内シュートでしたね。これを沈められてしまいました。このシーンも中川選手相手に非常に距離感もあり、先に触れると思ってしまった気の緩みを感じましたね。まあ、結果論になりますが、スライディングしてでも先に触って外へ逃げ切るぐらいの気迫は見せてほしかったシーンでした。プラン通りに前半で先行できなかった部分が試合の勝敗を分けたゲーム内容となりました。決定的なシーンを沈められる力が欲しいですね。さあそれでは敗戦してしまいましたが、今節も良かった選手1名ピックアップさせていただきます。今節の良かった選手は、
畑大我選手です。この試合は左のウィングバックでスタメン起用となりました。得点関与はありませんでしたが、前半は再三左サイドを突破し攻撃の起点となっていました。左足のクロスの精度、タイミングが合ってくればアシスト数も増えてくると思うので、もう一つ成長が楽しみですね。そして今節良かったなと思う部分は、守備面でマッチアップしたエウベル選手相手にスピードで負けることなく対応することができていたと思います。前半もエウベル選手に裏に抜けられてしまい、谷選手と1対1になるかもしれないという場面でしっかりスピードを生かし戻ってきてカバーすることもできていました。攻守においてこの試合のキープレイヤーになっていたと思いますし、今後も得点関与していけると非常に楽しみな選手になると思います。畑選手素晴らしかったです。さあ、そして今節のまとめに入りたいと思います。今節のまとめはこちら、決定力不足というところを挙げさせていただきました。やはりここにつきますね。いくら流れを自分たちに持ってきていても、決定的な場面で仕留めなければ90分後結果はついてきません。内容は良かったのにという試合内容が多いだけに、どう改善するべきなのか、形はできているのでフィニッシュを精度高くやっていきたいですね。残り7試合本当にお願いします。さあ、そして順位表も確認していきましょう。ご覧の通りになっております。今シーズン最初で最後のフライデーナイトの試合だったため、この1試合しか行われておらず、現状順位は変わりません。土日の試合結果によっては順位が下がってしまう可能性もあります。残りの試合、少しでも勝ち点を積み上げていきましょう。そして次節、10月16日土曜日、アウェーでサガン鳥栖戦です。またまた上位チームとの対戦となります。今年は開幕戦にホームで試合をしており、 PK を献上してしまい0対1で敗戦をしております。2試合とも無得点で終えるわけにはいきません。次こそは先行してしっかり得点を奪って勝ち点を持って帰りましょう。ということで、第31節横浜 F マリノス戦振り返っていきました。次回はサガン鳥栖戦をやっていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録、高評価お願いいたします。皆様からのコメントもお待ちしております。また次の動画を楽しみにしていてください。バイバーイ。